どうしよう、タオルでもかけとか、タオルかけとか。おはよう、みんなどうもありがとう。あ、ジュナも始まったね。かわいいかわいい。朝からかわいすぎるぞ。ひえー、朝配信は基本可愛くないんだよ。おはよう。朝から悲壮感のある表情。あ、悲壮感ないでしょ。元気ですよ。ただ眠いけど。もう寒いから、もう、凍えながら起きた。いつもの回復。うん、これさ、パジャマ2個あるんだけど、もう1個が映せるほど可愛くないから、映せるほど可愛くないからあれしてる。これが洗ってる日は違うの着て配信してるか、もう朝洗って夜までに乾かすか。そっちの方が多いかも。だってめっちゃ洗剤の匂いする。どうもありがとう、マシュマロ。飴かわいい。何これ、ライト。こうじゃんでツッコミボケ。え、どっちにしよう。でもどっちだ、人によって、一緒にいる人によって変わるんじゃない、そういうのって。クマさ、あれなんだよね、お友達といるときはどっちかというとツッコミかな。いや、めっちゃふざけてる。どうなんだろう、わかんないね。鬼ごっこしたかった。なんかでもするような人じゃなくない、あなた。勝手に決めつけてごめんだけど、なんかするような人じゃないなって思うんだけど、まあ一緒にしよう今度。お料理配信したい、早く。みんなおはよう。あー、マシュマロありがとう。一本グランプリしたら面白い。あれさ、怖い、無理だよ。なんか、いや、面白くないだろうし、なんならもうプレッシャーでぐったりしてそう。3月の個別の話し、本当に？あれ、ママカートに入れたけど支払い忘れて落ち込んでた。コマちゃんとお話し、コマもお話ししてみたいよ。早くあるといいね、そういう機会が。よくお支払いまで行ったね、えらい。あれさ、漏れてなかった、結構。1セット2セットある。1セットの何枚目かがお前一番好きかも。新潟は暖かくなってきません、全然全然、ずっと寒いです、本当に。やめて、寒いの嫌いだよ。コマさん、やばい、足がキンキンすぎて。コマさん、冷え性のさ、重度だからさ、キンキンなんだよね。泣けるわ。だって、なんでこんな寒いの？寒いの嫌いだよ。そう、こマジ冷え性こじらしてるから。おはおは、みんなご挨拶してくれて嬉しいな。昨日お塚さんが今年握手会になると、マジ解禁される、めっちゃいいじゃんね。握手会いいね。みんなも握手会がいいでしょ。あ、こまちゃんに
少しでも指一本でも触れたい。バカにすぎ。でもこうもみんなとさ握手したい。だってさ基本的にさなんて言うんだろう、おさわり厳禁なわけやん。どんだけ近くにいても、しかもそれをみんなちゃんと言われなくても守ってくれてるじゃん。それがなんか優しいけど、優しいし温かいけどなんか寂しいなって思うから、もう握手できたらいいわ。ほわちゃん握力弱いよ、マジで弱いよ。そんな言い方、え、すごい的確な話だったと思うんだけど。腕相撲し、いい、いや、ごめん、ま、勝てたことない腕相撲で、人に。だから、勝てるよ、絶対。今から晴れるよ。言い方が、確かに。楽しいもんだね。え、なんかさ、おしゃべり会ってさ、娘とか握手お願いします。そう、卒業式とかあったわ。写真撮ってって言われたけど、ごめんって言った。基本男の子はごめんって言った。女の子はいいやもんって言って言ったけど、なんか別にそういう気がなくても、ちょっともし出ちゃった場合ね、みんな落ち込むでしょ。ごめんじゃんなったから、男の子ごめんねって言って話してました。握手会起こるかな、クラスメイト。でも高校生だからね、初めましての人とかね。あ、おしゃべり会って15秒じゃん1枚で、だよね。握手会は秒数決まってんの？握手して終わり？もう。でもくしゃみかと思ってお顔隠したら全然あくびだった。そういう日ないね。教えてよ握手会の制度。じゃあ3枚買ったらさ、あ、握手しながらもう手握りながらおしゃべりできるってこと？そういう話？めっちゃ良くない？それ。あ、そういう話なの？めっちゃいいじゃんね。方法的に。手洗ってきてね、ちゃんと。手洗って握手しようね。私も手洗う。めっちゃ手洗うね。もう何回も手洗うね、コマ。もうなんか、汚いって嫌でしょ。コマの手、コマの手汚くね？なったら嫌でしょ。1枚10秒、あ、短くなるんだね秒数は。あ、なるほどね、スタッフさん次第なのね。でもうちのスタッフさんはサービス精神旺盛だからね。なんかさ、みんなはさお金を払って来てくださるわけじゃない。で、私たちはそれに見合うものをお返しするっていうのを私は先輩から学んでるので、スタッフさんはそれを助けてくれてて、ずっとね、それが枠にはまってないこともなんて言うんだろう、臨機応変っていうのに、今日はこうだからこうしようみたいな、ちゃんとファンの人を大事に考えて動いてるのはメンバーさんだけじゃなくてスタッフさんもだから、もしかしたらなんでこここうなんだよって思うこともあるかもしれないけど、その裏には絶対に何か理由があって、
なってるから怒んないでねなんで握手会始まんないんだよって思っちゃうかもしれないけど、その裏にはきっといろいろあるし、コマは与えられた条件の中でみんなに愛を伝えるから安心して。マジ大好きだよみんなのこと、本当に感謝だからね。昨日スクショタイムしてない、え、髪型って壁写じゃねん、研究生のうちは巻いたりしたいよね。コマ何がしたいかな。もちろんか三つ編み大好きなんだけど、あ、羊とかやりたいし、あとミハさんとお揃いにしたい。ミハさんとお揃いにしたい。今度ミハさんに今度さ三つ編みお揃いにしたいですって言ったらさ、え、今度しようって、かわいすぎだろ、かわいすぎるだろ、おかしいよね、もうあのかわいさ、おかしい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 です、ありえない、あのかわいい生き物がなんで存在するんだ。でもちゃんとなんか人間なんだよね。なんか喋ってて、あ、ふわふわだけじゃないって思う。だからなんかかっこいい人、なんかでも人間を超越した可愛さを持ち合わせてるじゃない。でもなんか考え方とか、あ、多分こういう人なんだろうなって見ててわかる。リンゴの妖精、確かにそれもあり得るね。可愛すぎない、よく知って、そうだよね、よく知ってるよね。ミハさん大好き、コマ。みんなも大好きなんだろうけど。この間、女の子のお名前ももう覚えたんだけど、女の子のファンの子がお出迎えで、ねえ、コマちゃんってさ、ミハさんと両思いになったでしょって言って、なったよって言って、ねえ、私も両思いになりたいから言っといてって。おはははおはははははとか言って、いう話をしてた。んで、ミハさんに言ったら、え、もう、コマ、両思い増えちゃったね、嬉しいねって言って、ツンツンされながら話された。話してくださった。ツンツンしながら話してくださったって何事ってなるよね。何ツンツンって。あ、コマが両思いだからみんな嫉妬しちゃったじゃんって、え、いいんですかそんな特大ファンさ。もうそうだよ、そういうアピールの方もあるのよ。コマちゃん高校生、そうですよ、高校生ですよ。なんかなんでなんか初見ですとかさ、初めましてとか、おコマはなんかいつもというか前もいた人だなって思う人がそういうの言ってるからさ、なんでなの、本当は初めてだったの。コマが見てたあなたは誰。コマちゃんはツンツンされさ、マックス時315号さん、すごいね、いい名前ね。あれ見たかったな、カエリさんの生誕祭の時のさ、あれカエリさんの生誕祭の時のマックスのさペンライト見たかった。コマちゃん初めてお話しした先輩、待って誰だろう、大滝は抜かすでしょ、え、
って誰だろう。大塚さんかな。みんな初見に、あ、そういうこと。コマさんはどうなのか。初見に優しくある。み、覚えてるよ、ちゃんと覚えてるから通用しませんよ、その技は。元気で大丈夫。あー、心配ありがとうね。コマちゃん大丈夫だよ。あの、偏頭痛があるから、コマさんは。あの、その、それで天気とかの関係で、あ、今日頭痛いなとか思う日はあるけど、でもさ、偏頭痛ってお薬飲んだら治るぐらい軽い方だから全然大丈夫、本当に。優しいかな、コマさん。でも覚えてる人の方がさ、覚えてる人っていうかさ、いつも来てくれてるなとかさ、いつもコメントくれるなって人覚えてるから、その方の方がなんか読むかとか、面白いなとか。頑張って、ありがとうね、ありがとう、頑張るね。それが一番頑張れるわね。横から見るとまだ50分ではないんだけどさ、時計今何分な。あ、そうだ、昨日の夜さ、昨日の夜さ、あれじゃん、オーディションのお話ししようって思ってたじゃん。47分、結構いい時間だったね。愛してる、あ、間違えた、おはよう。それで可愛い、なんか好きな人にアピールしてる女の子みたい、そういうの。え、待って、もうバレンタインも終わって、ホワイトデーだ。今年そのチョコとかすら作ってない。ガトーショコラ作っただけだ。50分までです。なんで、コマさん結構行事大事にする方なのに、もうちょっとでホワイトデーだ。キャピキャピしてるんだろうな、コマの友達。告白した、するわけないでしょ、アイドルですよ、するわけないですよ。オーディションの話よりし、でもあと3分しかない、ちゃんと語りたいからさ、明日にする。ちゃんと語る、みんな言って、オーディションの話しないのって。コマさんも白日、いや、ホワイトデーもらえないと誰にもあげてない、ほんと誰にもあげてない。あ、あ、家族にガトーショコラ作った時にお父さんにホワイトデーあげ、あ、バレンタイン渡してるから、あの、帰り、いつもパピホワイトデーは帰りにケーキ買って帰ってきてくれるから、食べれるかも。明日も朝に、もちろんもちろん明日も朝に配信しますよ。でも何時がいいかなって思うんだよね。あの、今結構挑戦してみたの。6時20分か、からやるか、6時半からやるか。ん？間違えた。7時半。あ、間違えた。6時40分からやるか、7時半からやるか。どっちがいい？ニコ生さん、三原さんにあげたい。ね、覚えてくれたよね、三原さんにあげたの。ねえねえねえ、言ってみて、6時40分か7時半かどっちがいい？ 6 時40分か7時半。明日どっちにする？とりあえず7時半、7時半、7時半っていうコメントが一番最初に来ました。お任せします。ありがとう。コマに合わせて起きてくれるのね。あ、案外7時半の方が都合が良かったりするんか。あ、でもそっか、今日いる人が7時半に都合がいい人だから7時半がいいっていうか。じゃあ明日は7時半にして、明後日は6時40分にしようかな。
みんな来てね、早起きしてね、都合合わないよっていう人も。待ってまーす。バイビー、バイバイ、また明日ね。ありがとうね、ギフトもたくさん、たくさんたくさん見返してますよ、こうやって。ありがとう、本当に感謝ですわ。バイバイ、バイバイ。